ついに私たちにも月給が出ました。給料出た。でも誰かわからない名前ですね。はい、月給が出たのはいいんですが、私のと名前間違ってますね。大金だ試しけどうなの。それをファミコンってやってた。今ファミコンの時代じゃない。ガラス弁所でガラス割ってないってか800円って安くない？ファミコン買ってませんよ。 3D ならわかるけど、ラジコン代、ラジコン買わないよ。自転車、車乗り、自転車一括払いだよ。お小遣い毎回前買いしてませんよってか。まあいいや、じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、まあそれはさておき、これはお菓子本舗で300円で買ってきました。この月給袋っていうのは金券が入ってるかもしれないですよね。あとこの中はお菓子ですね。じゃあ早速開けてみたいと思います。はい、どれだけ得しているのか楽しみです。じゃあ開けます。じゃあ開けます。紙1枚、何これ、イエーイ、1000円。あ、1000円、あとこれ基本給、勉強手当、ファミコンばかりする派、口答えばかりする、テレビの見過ぎ、ずる休みした、今月ずる休みしてないし、テレビを見て、あ、見たか、口答えも、あ、キリキリやっぱ春です。背に入ったんだ、春日破っちゃいけんって。はい、金券は最後に削りたいと思います。じゃあ早速お菓子開けていきます。イエーイ、お、結構いいね。はい、まず1個目、キャラメルコーン、うまい棒、シュガーラスク、シュガーバター味。はい、3個目が面白グレープですね。あ、はるくんのと結構違う。いや、一緒だ。と、うまい棒のチョコ味、シャーベットペロ。おっとっと、ちょ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 、一緒かな、ハリコ。あとシミコーンと動物グミと、あとガジリッチョですね。あと飴が1個。はい、泡玉コーラ。コーラ、ハリコ何それ。サイダーボール。結構どうなんだろう、元は取れてる取れてない。結構元取れてると思います、多分。まあいいや、金券削っていきたいと思います。コア、叩くもんじゃないってそれ。コア、痛い。はい、最後の金券を、削っていきたいと思います。では私の方から削っていきたいと思います。削ります。なんで甘いんです、900円って。そんな引かれるの。テレビの見過ぎてそんな見てないって。2500円、3000円、ハズレ、空っぽ、0点。じゃあハルくんの削って、あー、ハルくんも削らせて。そこから削るの？てかハルくん当たってない？ちょっと縦に削って、よくて、ちょっと待って、こっち側削らせて。いいの、ハルくんそこまで引かれてない。なんで私のそんな引かれとん。うちなんか口答えするから1500円も引かれとったり。いいな、ハルくんの当たりじゃん。ハルくん9時運強っ。はい、お小遣い支払い目、最初はハルくん、私が0円でハルくんが100点、あ、100円ですね。なんでそんな日頃の行いが悪いの。まあということで、そんな感じですね。まあ悲しいですけど、まあそこは置いといて。はい、今日ははるくんと一緒に月給袋付きのお菓子の袋を開けました。お菓子本舗で買ってきた。で、はるくんは当たったんですが、私は日頃の行いが悪かったのか知らないんですけど、外れました。まあ多分当たったら結構お得ですね。当たったら大事なところで3回取り返した。まあでも、まあ、これは置いといて、本当に普通に得ですよ。普通に300円分入っているので。ということで、皆さんも気になる方は買ってみてくださいね。また見てね、バイバーイ。もう